彼女に出会うまでの僕はこの世で誰も誕生日を祝ってくれる人などいない冴えない男だった。ラッピングをお願いします。はい、贈り物になさるんですか。はい、はい、少々お待ちくださいませ。だけど去年だけは違った。ほんの短い時間だったが、僕には誕生日を祝ってくれる恋人がいた。1年前の今日だ、このデパートで。新作になっております。とてもおすすめなんですけれども、お色が黒とベージュ2色ご用意しております。いかがでしょうか。誕生日おめでとう。僕は誕生日に自分に贈るプレゼントを買う。おばあちゃんは誕生日に麺を食べると長生きすると言っていた。今年も僕は誕生日にこのレストランでスパゲティを食べる。この店のスパゲッティ美味しい？私は違うもの食べる。すいません、メニューを見せてください。はい、お願いします。これとこれとこれとこれお願い。それからこれと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 これもお願い。うわ、2005年産ボルドワインがある。すごい。これも一本お願い。はい、かしこまりました。恐れ入ります。Oh!
私も今日誕生日よ。嘘。実は僕もなんだけど。え、本当？うん。おめでとう。あなたも食べて。私が払うから先に行ってて。ああ、いや、一緒に払う。私が払うって言ってるでしょ。あなたの誕生日なんだから任せてよ。撤収。あ、すいません。大丈夫ですか？あ、ああ、すいません。大丈夫ですか？お、追われた。はい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 。食い逃げ。食い逃げ。捕まえて。僕はただ彼女の後についていってるはずだった。ところがどういうわけか僕たちは僕の部屋の前に来ていた。
ち来て、早く隠れて。何やってるの？もういいよ。ここであいつが私の肩つかんでキスした。悪いやつ。私が嫌になったんだって。めちゃくちゃ食べるし、何しでかすか分かんないし、それに私は嫉妬深いんだって。最初はぶっても我慢してくれたのに、この頃なんかパンチが強すぎるっていうの。乱暴すぎるんだって。もう歩く姿さえ見たくないって。私の歩き方ってバカみたいでしょ。いいでしょ。モデルみたいでしょ。うん。私のパンチってすごく効く？ちょっと。そう、私って力が強くて乱暴なの。はっ！もうやめろよ。落ち着いて。どうしてよ。だから今は他の人が引っ越してきてるかもしれないじゃないか。そうだろ。とにかくこの家に住むやつがムカつくのよ。あなたもやってみなよ。スッキリするよ。いいよ。僕は。君ももういいだろ。うつむって。え？つむってったら。はい、つむったよ。もうここでお別れ。いい？私の後ろ姿を見せたくないから、私がいなくなるまで目をつむってて。いい？千まで数えて目を開けるのよ。絶対に千まで数えなきゃダメ。それからこれ、本当は自分のために買った誕生日のプレゼントなの。あなたにあげる。じゃあ僕のもあげる。ありがとう。実は私すごく遠い未来から来たの。今から100年も先の遠い未来から、タイムマシーンに乗って驚いた。うん。さよなら。
なた今目開けてるでしょ。ううん、つむってるよ。嘘つき。私にはちゃんと見える。私目すごくいいんだから、 2.0 以上だからね。あなた今目開けてたじゃない、私を見てたでしょ。いや本当に目つぶってるよ。嘘か本当かこっちに来て見てみなよ。本当に目つぶってたの？あなたバカじゃないの？バカよ。当たりさ、僕バカなんだ。バカ。もう目開けて。もう平気。私の笑ってる顔見えるでしょ。いつか見たような光景だった。涙が出た。何の理由もなく泣いていた。いや、彼女が泣いているような気がして僕も泣けてしまったのだ。ああ見えるさ。僕だって視力すごくいいんだよ。 2.0 以上さ。君の笑顔がちゃんと見える。気をつけていけよ。気をつけていけよ。気をつけて日を最後に二度と彼女に会うことはなかった。そして1年、何の変哲もない毎日の繰り返しの中で僕は今日だけを待っていた。また彼女に会えるかもしれない。なぜかそんな予感があった。もしかすると7万678000円。よく思ってんだな、バカ。いや、今日いいダレになって可愛いんじゃないの。すっげーじゃん、姉ちゃん。そのファッション生かしてんじゃん。あの、そんな格好してよ。俺も生かしてやろうか。
そっちゃうか。なんだよこの麺。あ？あ？いっていつなの？11月22日。何年の？西暦何年？2008年。お客様、お客様、お客様、そのまま行かれては困ります。いらっしゃいませ。これ。お客さん、お会計お済みじゃないですよね。お客さん、お客さん、お客さん。すいません。いらっしゃいませ。ウイスキーきついの？はい。すいません、もう一杯。かしこまりました。
お誕生日おめでとう。君も誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアジロー、ハッピーバースデートゥーユおめでとう。あ、誕生日祝いよ。鍵どこやっちゃったかな。開いたよ。え、お、汚いかな。ごめんね、すぐ片付けるよ。あ、でもね、こんなもんだよ、男の一人暮らしなんてさ。女性でここに入ったことがあるのは大家のおばさんと君だけだ。でも臭くはないだろ。独り者の匂いがしないように僕なりのノウハウがあるんだ。元気かね、ジロ。私は65年後の君だ。こんな姿を見て怖がらんでくれ。大好きな彼女にまた会えて喜んでいるだろう。
君に真実を伝えよう。本当は今日彼女は来なかったんだよ。代わりに現れたのは銃を持ったあの男だった。そして私はあの忌々しい銃弾を受けてこんな体になってしまった。しかし皮肉にも事件の一週間前に買っていたロトくじが大当たりした。だから私は全財産と人生の全てをかけて彼女を作り上げたのだ。君を65年前の私をあの事件から救うために。彼女は君を助けてくれたはずだ。だが変えられた時間は元の次元に戻ろうと必死になる。君はいつか大きな災難に見舞われることになるだろう。だが彼女は必ず君を守ってくれるはずだ。今はまだ魂のない人形のような彼女だが、君との生活の中で学習し、やがて人間らしい判断ができるようになっていくようプログラムされている。君にはきっとできるだろう。彼女に魂を吹き込むことが。彼女をよろしくな。そして悔いのない人生を送ることを願っている。君を未来の僕が作って送ったっていうのか。じゃあ君はロボットなのか。ロボットっていう言葉は使わないで。私は細胞大モデル103。骨は木製の衛星用鉱山でのみ生産される火星マルチ合金、人工知能サイバネティックオーガニズム、頭脳は人間のニューロンを再現したナノテクノロジーによる分子回路結合体、皮膚は人間と同じ生体細胞で覆われているの。それじゃあ例えばここなんかはほとんど人間と同じってこと？そう。じゃああれもできる。あれ？ほらあれだよ。あれって何よ？セックス。こっちに来て。え？こっちに来なさい。はい。顔上げて。顔でも洗ってきな。あ、そうだ。災難って何のこと？未来のことを話すのは禁止されてるの。うわぁ、美味しそう。
いただきます。これ何の鍋？美味しいラウルの鍋よ。こうして僕たちの同居が始まった。どうしたんだよ。ここは勉強をするところだから静かにしていなきゃダメだからな。分かったか。ジロ、遅刻だぞ。出席間に合わなかったら単位落とすぞ。急げ。走ったってもう間に合わないよ。教皇遠藤大使、北村次郎、北村次郎、はい、栗原小平、はい、佐藤健太、はい、柴崎雄一、末松薫、はい、武田佐藤、はい、お前いつの間に着いたんだ。はい、分からないんだ。はい、一回おもてっさくっあっぐーやっ73ページ開いて。それでは図を見ながら説明していきます。まず A 点に注目します。図のように電流が流れていると仮定します。それ食べないの？じゃあ私が食べる。一緒に食べよう。なんて名前なんですか？俺は健太、佐藤健太って言うんだけど。名前を聞いてどうするの？いきなりタメ口。いいねいいね。まずはお友達からですか？この子、ずいぶん食いっぷりがいいね。ああ、僕のペットまで食べるんだね。君、なかなかグロいね。じゃあ、もっとグロい食べ物知ってる？トルコの南部地域にクロマ族っていう少数民族が住んでるんだ。その人たちはカピバラのうんこを食べるんだって。しかも食べ方も変わってるんだぜ。まずはカピバラを捕まえる。そしてケツの穴を糸で縫う。うんこができないように。そしてカピバラの好きな食べ物をいっぱい与えるんだ。そうやって1週間ぐらい食べさせると腹の中がうんこでいっぱいになる。そしたらケツの穴を縫っておいた糸をほどいて腹をこうやって掴んでキュッキュッキュッと絞ってうんこをキュッキュッキュッと食べるのさ。うんこ好き？さあさあさあ、君も飲めよ、俺たち友達。ダメダメ、この子はお酒を飲んだらどんな風に変わるかわからないんだ。大丈夫だよ、今時酒が飲めない女の子がいるか。お前は知らねえけど世界は女で回ってんだよ。あ、ちょっと、ほら、ちょっと、どう、
サイン N オメガ T を0から2分の T まで積分したもの引くことの N オメガ T を2分の T から T まで積分したもの。先生、気をつけてください。授業あり。2000円お預かりいたします。610円のお返しになります。ママ、ありがとうございました。ママ、ちょっとトイレ行ってくるけど大丈夫？ありがとうございました。いらっしゃいませ。こちらでお召し上がりですか？はい。じゃあ。エシネスバーガー R が一つ。はい、あ、すみません、もう一度お願いします。エシネスバーガーの R が一つ、はい、あとホットコーヒー R 一つ。
なんだそれ。顔洗ってきなよ。昨夜、少年サッカーチームの合宿所で火災が発生し、小学生3人が軽い火傷を負いました。警察によりますと、当時火の気が全くなかったことから放火の可能性もあったとみて捜査を進めています。しかし、昨夜は奇跡が起こりました。火災発生直後、何者かがドアを破って侵入し、子供たちを助け出したのです。暗くて顔はよく見えなかったです。寝てたら煙で息が苦しくなって、でもどこかのお姉さんが部屋に来て僕たちを外に連れてきてくれたんです。ところが子供たちを助け出した後、子供たちが現場から突然と姿を変えました。子供たちは天使が降りてきたと言っています。天使が僕たちを助けてくれたんです。あっち、あれは絶対に天使です。天使が僕たちを助けてくれたんです。何、天使がどうしたって？あっち、あっ、開けるなよ。あいつが僕を睨んでる気がして腹が立つんだ。ねえ、うん、あなたのふるさとに行ってみない？ふるさと？僕のふるさとなんてもうとっくにないよ。大地震があってみんな家をなくして村を出たんだ。とっくの昔に新しい町になって、今は知りもしないよそ者だけが集まって生活してる。ふるさとなんてもうないよ。でも行きたいでしょ？行きたくったってもうないんだから。あなたは年を取って死ぬまでふるさとに行けなかったことを後悔してた。僕は年取って死んだのか？僕も死ぬのか？そうだろう？僕も他の人間と同じように死ぬんだな。こら、女みたいにメソメソすんな。もう今死ぬわけじゃないでしょ。違うんだ。故郷も懐かしいし、おばあちゃんも懐かしい。それになんか年取って死ぬ自分もかわいそう。やめなさい。行こう。どこに？ありがとさん。おいしい。今からあなたの村に連れて行くわ。でもこれだけは必ず守ること。誰に会っても決して口を聞いてはダメ。わかった？わかった。
僕が子供の頃に見たのと同じだ。凌介？あ、凌介だ。あいつ昔と全然変わってない。いつもおばあちゃんが村の入り口まで迎えに来て待っててくれた。でも僕はおばあちゃんと二人で帰るのを見られるのが嫌で、おばあちゃんと顔を合わせないように遠くまで行って遊んでた。ジロかい？おばあちゃん？ジロなのかい？この子ったらお腹空いたろ。早く帰ろ。おばあちゃんがね、ご飯の支度してあげるからね。うん。今日は先生に怒られなかったかい？うん、怒られなかったよ。宿題忘れたから、うん、もらってきた。僕は危ないんだよ。ヒーロー偉いね。
未来の僕へ。僕は大人になったら立派な科学者になるぞ。いつか戻ったら未来の僕に伝えてほしい。ありがとうって。どうしたの？何でもない。私が必ず伝えるわ。子供の頃、おばあちゃんがよくおぶってくれたのを思い出す。あの時のおばあちゃんの背中は大きくて暖かかったっけ？私の背中は暖かくない？君の背中は冷たいよ。体温がないじゃないか。そう？はい、いって君の背中も暖かいよ。君は背中もそうだけど、心はもっと暖かいでしょ。こっちに来て、もう一度ぶってあげる。ありがとう。いって、ちょっと待て。僕、後から聞いたんだけど、僕のおばあちゃんは実は僕の母親だったんだ。すごく年取って産んだから隠してたんだって。彼女の背中が冷たかったからだろうか、あるいは過去を旅してきたせいだろうか、僕は体調を崩して寝込んでしまった。彼女は徐々に僕の心を感じられるようになってきてるのだろうか、それとも心が通っていると思うのは僕の錯覚なんだろうか。一体変えられた時間は僕に何をすると言うんだろう。北村さん、注射の時間です。起きてください。はい、お願いします。臨時ニュースをお伝えします。はい、行って、こちらランザン女子高等学校前です。現場周辺は騒然とした雰囲気になっております。今朝8時35分ごろ、犯人はこのランザン女子高等学校の2棟ある校舎のうち東側の校舎、2年菊組の校舎教室に侵入してとこもありました。犯人の身元は明らかになっておりません。何かを要求しているという情報もありません。平和であるべき女子学校でなぜこんな事件が発生したのでしょうか。見守っている市民の表情は、複雑であります。目撃者によると、犯人は刃物を手にしたという目撃証言が複数あるほか、足取りがおぼつかない様子で規制を走りながら歩いていたという情報もあり、アルコールによる泥酔状態なのか、あるいは覚醒剤使用の可能性も否定できません。はい、そう、これ、あ、すいません、今、犯人の身元が終わりました。犯人は千葉県風間市に住む37歳無職阿部武史という男です。犯人がガラスを割って暴れています。ご覧いただけますでしょうか。あ、大変なことになっています。警察はどういう対策を講じていくのでしょうか。犠牲者が出ないことを祈るしかありません。犠牲者が出ないことを祈るしかありません。
あ、犯人が出てきました。犯人が、女性教師に刃物を当てたまま出てきました。何か叫んでます。阿部武史が叫んでます。まずはこの女教師から殺す。俺は阿部武史だ。俺一人じゃ死なねえぞ。分かったか。俺は一人じゃ絶対死なねえからな。あ、すみません、警察の発砲があったもん。行ってけよ。こっちは全員見殺しだ。発砲があったものです。失敗したものです。かえって犯人を怒らせてしまいました。女性教授を人質にしたものが中に入ってきました。大変危険な状況になりました。警察は狙撃に失敗しました。悲鳴が聞こえております。あ、学生たちが犯人を押さえつけようとしています。が、あ、失敗したようです。犯人は刃物を離しません。大変なことになっております。誰だろう。警察官も視線を越えて3階に上がっている姿が見えました。何やら教室内で犯人と格闘が始まっているんです。今回のヒーローは世代のものでしょうか。未来から来たスーパーマンでしょうか。警察が犯人を逮捕した瞬間です。怪我を負っているように見えます。ところで犯人を捕まえたら何を思った人物が見当たりません。このようなことは起こり得るのでしょうか。あんなに不便に報道できる人間がいるのでしょうか。お見事、本当にお見事。やっぱり君は僕の彼女だ。全部未来のあなたが私に頼んだことなの。未来のあなたの胸を痛めた事件がたくさんあったの。あなたが働いていたところのすぐ前でトラックが子供を引いた事件が起きた時も、シーランド少年サッカークラブの子供たちが犠牲になった時も、あなたはとても悲しんだ。未来のあなたも今のように病室で嵐山女子高校事件を見ていることしかできなかった。警察が立てこもり犯の狙撃に失敗し、8人の女生徒たちが犠牲になった。わけもわからないまま次々に死んでしまったの。事件に巻き込まれた多くの人たちが癒しようもない心の傷を抱えてしまったの。未来のあなたはそんなことが決して起きてはならなかったと話した。未来の僕はすごく優しいやつなんだな。そうだろう。うん、今のあなたも。未来の僕もきっと彼女を愛してたんだろう。僕は間違いなく
彼女のことを好きになり始めている。何も感じない？うん。胸がドキドキしたりもしない？うん。これ何やってるのかは分かるだろう？うん。あなたはどうだった？少しビリッとしたよ。乾電池を口に当てた時みたいに。私がもっとビリッとさせてあげようか？いい。いらない。何怒ってるの？何でもない。僕は君にあんまりにも多くのことを望みすぎてる。でも僕のこの気持ちはどうしたらいいんだろう。僕一人がこんな気持ちでいるのはすごく嫌なんだ。毎日君と顔を合わせなければならないのに。どうしたらいいんだろう。愛してるって言えないなら私の心を感じることができるって言ってくれたらいいな。見よがしに他の女の子と踊った。彼女に嫉妬させたかったんだ。でも嫉妬してしまったのは僕の方だった。ドキュー！僕ちゃんいい場所よ。
は持ってないの？ああ、お酒飲もうと思って置いてきたんだよ。そうなの？ああ。じゃあ、今日だけは勘弁してあげる。あの女の子、ついてきてるよ。ああ、俺のボディーガードなんだぜ。ボディーガード？そうなの？あなたってすごいのね、ボディーガードがいるなんて。それほどでもないさ。何もしてないじゃないか。あなたを殴ったじゃない。君嫉妬してるんだろ。嫉妬？嫉妬、ジェラシー、やきもち、ああムカムカする吐きそう。言ったじゃないか。なんだよこれは。もう僕についてくるな。うちも出てけ。君が嫌いになった。もうそれ以上来るな。めちゃくちゃ食べるし乱暴だし、だいたいパンチも強すぎる。もう君が歩く姿を見るのも嫌になった。本気で？本気さ。僕の後ろ姿を見せたくない。目をつぶれ。僕がいなくなるまで。それから二度と僕の前に現れるな。分かったか？酔いが覚めると僕は彼女に言った言葉を思い出した。去年会った彼女が僕に言った言葉だった。僕自身も理解できなかった。なぜあんなことを言ったのか。 R 2分の1かっこ閉じ T。 おい、これが式 B。 俺の理想の彼女、はい、直列接続の場合と同様に、どこ行ったんだよ。R0 と見なすと、オームの法則により行ってしまった。式 A が成り立ちます。いや、また式 B を書き換え、僕が生かしたんだ。どこへ？遠くの未来、俺もそこに行かせろよ。自分の力で行けよ。うわあ、いらっしゃー、ジロ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 。いらっしゃいませ。ここはと待ち合わせください。彼女がいなくなって600円になります。またいつもの毎日が戻ってきた。ちょうど預かりだしです。だけどそれは以前とは全く違う毎日だった。ありがとうございました。彼女の存在は確実に僕を変化させていた。すいません。
ガール？からラウルを連れてくるなんて、彼女はここに来たんだろうか。ラウル、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 どこ行ってたんだよ。早く安全なとこに避難しないと。Thank you.
長谷川、君は僕の彼女だ。Stop it!
言って。ダメだ、一緒に行くんだ。早く行って。何言ってんだよ、一緒に行く。僕一人なんかで行けないよ。私、あなたの心を感じる。感じることができる。行って、振り返らないで。私を見ないで。これ以上こんな姿見せたくない。撤収。だって君の心を感じる。感じることができる。
私は61年の歳月をかけて彼女を復元することに成功した。彼女は幸いにも全ての記憶をそのまま持っていて、少しも年を取っていなかった。私はあなたの心を感じる、感じることができる。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアジロー、ハッピーバースデイトゥーユー。おめでとう、お誕生日おめでとう。ねえ、こっちに来てみて。あなたとそっくりなロボットがいるの。どこ？チョギ。まるなんだ。どうしてこんなことがあるの？作られたのかな。2070年よ。西暦1972年までアメリカと香港で活躍していたロボット、ブルースリーと呼ばれていたロボットが60億キャップで落札されました。おめでとうございました。それでは次へ行きましょう。さて、このサイボーグは西暦2070年に作られた女性のサイボーグです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、このサイボーグを作った人の回顧録によりますと、このサイボーグは2008年に遡る時間旅行しています。そこで一人の男性とたくさんの人たちの命を救ったそうです。東京の大地震も経験したとのことです。寿命は終わっていますが、このサイボーグの頭脳の中には当時の記憶チップがそのまま入っています。はい、58億キャップ、59億キャップ、他にありませんか。はい、60億キャップ、はい、62億キャップ、他にいらっしゃいませんね。それでは落札です。 Y782番、62億キャップ、おめでとうございました。おめでとうございました。落札された方にはボーナスですね。このサイボーグの主人が持っていたマスコットもプレゼントいたします。重ねてお祝い申し上げます。それでは次へ参りましょう。カモン。このロボットはエルビス・プレスリーという名前のロボットです。当時は最高の最先端関節と音声システムを誇っていた。お誕生日おめでとう。誕生日汚い夢だ。じゃあ君の例えばね、夢なの。じゃあ私の背中は温かくない。君嫉妬してるんだろ。ダメだ。君は僕の彼女だ。引き取れなくていけないよ。あなたの心を感じることができる。私は彼女の生々しい記憶を私の記憶にした。そして私は少しの間だが
すでに死んでから60年以上も経つ彼に会うために時間旅行に行く許可を取った。彼に会ってはならなかった。でもどうしても抑えられなかった。彼に会ってみたい。このチップの中の記憶が始まる前の彼女に出会う前の彼に。彼を初めて見た時から愛し始め、心の中で泣いていた。でも彼に涙を見せてはならないのだ。この店のスパゲッティ美味しい？うわ、2005年産ボルドワイングル。彼がすでに60年前に死んだということが私には信じられなかった。この町の人々、大地震の前の東京、全てが信じがたかった。私は短い時間の中でできるだけ彼とたくさんの思い出を作りたかった。私は彼が住んでいる家を見たかった。過去に彼と彼女に起こったことの全てが自分のことのように感じられた。彼女の記憶は本当に私の幼い頃の記憶のように生き生きとしていた。ここであいつが私の肩を掴んでキスした。悪いやつ、私が嫌になったんだって。めちゃくちゃ食べるし、何しでかすか分かんないし、それに私は嫉妬深いんだって。最初はぶっても我慢してくれたのに、この頃なんかパンチが強すぎるっていうの。私の短い出会いが終わり、別れの時間が近づいていた。私は彼に涙を見せたくなかった。彼には私の涙の理由がわからないのだから。目をつむって、つむってったら。はい、つぶったよ。もうここでお別れ。いい、私の後ろ姿を見せたくないから、私がいなくなるまで目をつむってて。いい、千まで数えて目を開けるのよ。絶対に千まで数えなきゃダメ。それからこれ、誕生日プレゼント。本当は自分に贈ろうと思って買ったんだけど、あなたにあげる。私すごく遠い未来から来たの。今から100年も先の遠い未来から。
タイムマシーンに乗って驚いた。うん。今私は彼がすでに存在しない彼が死んだ後の世界へゆっくり歩き出していた。あなた今目開けてるでしょ。ううん、つぶってるよ。嘘つき。私にはちゃんと見える。私目すごくいいんだから。 2.0 以上だからね。あなた今目開けてたじゃない。私は見てたでしょ。いや本当に目つぶってるよ。嘘か本当か、こっちに来て見てみなよ。本当に目つぶってたの？あなたバカじゃないの？バカよ。当たりさ、僕はバカなんだ。バカ。もう目開けて。大丈夫、もういいってば。私気持ちが晴れたよ。もう平気。私の笑ってる顔見えるでしょ。ああ見えるさ。僕だって視力すごくいいんだよ。 2.0 以上さ。君の笑顔がちゃんと見える。気をつけていけよ。心を感じる感じることができる。私は彼が生きている時間に戻ってきた。私はここで生きている。彼と一緒に。私は感じる。彼の心を感じることができる。